お世話になっております。マサルです。今回はパーミッションでデフォルトのアクセス権を設定する umask について一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。前回、前々回とアクセス権について勉強してきました。ただ、新規でファイルやディレクトリを作ったときに、どのようにしてアクセス権が決まるのか、まだお話ししていませんでした。今回は、パーミッションでデフォルトのアクセス権を決定する umask についてお話をしていきたいと思います。なお、今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明していますので参考にしてください。それではアクセス権のデフォルト設定についてお話ししていきます。まずファイルのアクセス権の初期値は666です。すべて6なので所有者、グループ、その他のユーザー、すべてのユーザーが読み取り、書き込みすることができます。一方、ディレクトリのアクセス権の初期値は777です。すべて7なので、所有者、グループ、その他のユーザー、すべてのユーザーが読み取り、書き込み、実行することができます。では、実際にファイルとディレクトリを作成してみて、初期値の通りにアクセス権が設定されているのか、キラーコーダを使って確認してみましょう。それではこれまでの動画の復習も兼ねてキラーコーダの操作をしていきたいと思います。今からやりたいことは新しくファイルを作成してそのファイルのアクセス権を調べることです。それでは皆さんに質問してみたいと思います。新しくファイルを作るためのコマンド、何コマンドを使うか覚えてますか？新しくファイルを作るためのコマンドはタッチコマンドですよね。タッチコマンドを使って新しくファイルを作ることができます。それではタッチコマンドを使ってmasal.text という新しいファイルを作成してみましょう。作成することができました。では次に作成したmasal.text のアクセス権を確認したいです。アクセス権を確認するためのコマンドは何でしょうか？皆さん覚えてますか？アクセス権を確認するためには ls-l でしたよね。ls-l を実行すると、現在作業しているディレクトリの中にあるファイル一覧の情報が詳細情報とともに表示されます。先ほど作ったmasal.text の情報を見てください。各ユーザーのアクセス権が表示されていますが、所有者が RW、グループが R、その他のユーザーも R となっています。では、このアクセス権を数字で表してみてください。R が読み取りで4、W が書き込みで2ですよね。なので、6、4、4となります。先ほど私は新規ファイルの初期値は666とお伝えしたのに、結果が違っていますよね。これには理由がありますが、先に新規作成したディレクトリのアクセス権も確認してから理由を説明させてもらいます。それでは次に、ディレクトリを新規作成してアクセス権を確認してみましょう。新しいディレクトリを作成するコマンド、こちらも過去動画で説明しました。皆さんコマンド覚えてますか？新規ディレクトリを作成するコマンドは mkdir コマンドですね。では mkdir コマンドを使ってmasal.dir というディレクトリを作ってみましょう。その後 ls-l で masal.dir ディレクトリのアクセス権を確認します。その結果、所有者が RWX、グループが RX、その他のユーザーが RX となっています。このアクセス権を数字で表すと、7、5、5になっていますよね。動画の冒頭でディレクトリのアクセス権の初期値は777とお伝えしましたが、新しく作成したディレクトリのアクセス権は777ではありませんでした。ここまでの状況を整理します。新規ファイルのアクセス権は644でした。そして新規ディレクトリのアクセス権は755になっていました。これは冒頭説明した触知とは異なる数字ですよね。ではどうして触知と異なる結果になったのか。それは次にお話しする umask の設定が原因です。それではここからアクセス権のデフォルトの設定を決める umask についてお話ししていきます。先ほどのファイルとディレクトリのアクセス権は umask の設定によって決まっています。まずは皆さんの環境でumask というコマンドを実行してみてください。キラーコーダの環境で umask を実行します。おそらく多くの方が0022と表示されたと思います。最初の1桁目は無視していただいて、3つの数字に注目してください。022となっています。これが umask で設定されている値です。新規で作成されるファイルやディレクトリは初期値から umask の値が引かれて設定されます。今回の例の場合、ファイルのアクセス権の初期値は666。この666から umask の022を引いた値がアクセス権として設定されます。666-022 なので644になるということですね。この umask の値はディレクトリに対しても適用されます。ディレクトリの初期値777からumask の022が引かれて755になります。この結果、ファイルのアクセス権が644、ディレクトリのアクセス権が755になっているということです。この説明を聞いて、もしかしたらこんな疑問を持った方がいるかもしれません。umask の設定は変えられるのかという疑問です。もしこんな疑問を持った方がいれば、とっても素敵ですね。受け身で学ぶだけではなく、自分で考えて深掘りしていくというのはとても大切なことだと思います。結論、umask の設定変えられます。どんな時に変更するのかというと、例えば管理者が自分自身を所有者としてたくさんのディレクトリを作り、その中に他の人には見られたくない情報を格納するとします。ディレクトリを作成した後に、チェンジモードコマンドを使ってディレクトリのアクセス権を700に変更すれば、所有者以外はディレクトリの中を見ることができなくなりますが、大量のディレクトリを1つずつアクセス権を設定変更していくのは大変ですよね。そこで umask の設定を変更します。umask の設定値をあらかじめ077に設定しておけば、作成するディレクトリは初期値の777から077が引かれることになるので、アクセス権700で作成されることになります。最初から新規ディレクトリのアクセス権を700として作成することができるので、作成後にアクセス権を変更する手間が省けますよね。というわけで最後に umask の設定変更方法についても紹介しておきたいと思います。現在の umask の設定値は022です。では umask の値を077に変更したいと思います。変更方法はとっても簡単です。umask の後ろに設定したい値を入力するだけ。今回は077で設定します。その後、umask コマンドを使って設定値を確認してみましょう。077に変更されていますね。設定変更できたら、mkdir コマンドを使って新しくディレクトリを作って、umask が正しく機能しているのか確認してみたいと思います。mkdir コマンドを使って、masaldir2 というディレクトリを作ってみたいと思います。その後 ls-l でアクセス権を確認します。するとどうでしょうか。先ほど作成したマサルディアと違い、マサルディア2ではグループとその他のユーザーにアクセス権がないということがわかると思います。所有者のみがアクセス権7、そしてそれ以外は0なのでアクセス権は700として作成されています。ちゃんと umask が機能していますね。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返りましょう。今回 umask について勉強しましたが、 umask を理解するためにはアクセス権の数字表記の理解が必要です。まず実行です。実行のアクセス権を数字で表すと何になりますか？実行のアクセス権を数字で表すと1ですよね。では書き込みのアクセス権は数字で表すと何になるでしょうか。書き込みのアクセス権は数字の2ですよね。では最後、読み取りのアクセス権は数字で表すと何になるでしょうか。読み取りのアクセス権は数字で4ですよね。最初は実行のアクセス権は数字の1。ここだけ暗記していただいて、書き込みは W なので数字の2。読み取りは最初の文字がよなので数字の4。このように覚えていただくのがおすすめです。そして umask についても今日は勉強しました。新規ファイルを作成したらアクセス権が644。新規ディレクトリを作成したらアクセス権が755になりました。この場合、umask の設定値は何でしょうか？考えてみてください。この場合、umask の設定値は022ですよね。ファイルの初期値666から umask の値022が引かれて644になっている。ディレクトリの場合、初期値777から umask の値022が引かれてアクセス権が755になっている。このように考えることができるので、umask の値は022になっています。皆さん、正解できましたか？それではエンディングトークです。今回はデフォルトのアクセス権を決める umask について一緒に勉強しました。umask を理解するためには、アクセス権を数字で理解できるようになることが大切です。今日の動画が難しいと感じた方は、アクセス権の数字表記が理解できていない可能性があるので、まずはそこから勉強してみてください。最後にお知らせです。マサルの勉強ウェイでは、成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独、周りに質問できる人がいない、職場以外の人ともいろんな人と交流してみたい、そんな方におすすめのオンラインコミュニティです。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加することができます。こちらは2025年6月のスケジュールです。Linux の勉強会はもちろん、CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、さらにはプロドラマーと IT エンジニアの二刀流で活躍している方へのインタビュー企画など、様々なイベントがあります。気になる方はお気軽にオンラインコミュニティ参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。